私は今日もまた、上司に怒鳴られた。だから赤美ちゃんはいつまで経っても成長しないんだよ。ミスも多いし、仕事の間何を考えているのかな。え、なんだって？なんでもありません、ごめんなさい。ちなみにこの人は OL 仲間の間でもかなり評判が悪い老害爺さん。最近私の後をつけるストーカーってこの人なのかな。そんなことを考えつつ、今日も一人で家に帰る。ああ、彼氏欲しいなあ。まあでもそんなことしたら BL 漫画を全面的に読めないかも。いや、彼氏作ってその彼氏に男を紹介して私の目の前でやってもらうのはどうかな。そしたら写真とか撮り放題だし、彼ピッピの愛撫姿や拘束されてる姿を拝むことができる。ああ、彼氏欲しいなあ。そんなことを考えつつ帰宅。やっと家に着いたぜベイベー。まあ家って言ってもな、こんなオンボロアパートだしな、友達とか呼びにくいんだよね。もっと綺麗なところに住みたかったけど、安いからいっか。たった今。神。え、どういうこと？なんでタンスの中のものが外に出てるのよ。もしかして空き巣にでも入られた？うわ、漫画のページの端っこが折れ曲がったりもしてる。マジで許さねえ。そういや朝ごはんを食べに出た時に鍵をかけ忘れて、そのまま出勤したんだ。ガッテム。窓は全部鍵がかかってるから、玄関から入られたんだろうな。ああ気持ち悪いしマジでムカつく。犯人が男なら盛んなオスザルどもに掘られればいいのに。こんなことが起きると晩ご飯も着替えもする気がもなくなっちゃった。もういい、寝よ。もう今日は疲れたぽよ。警察には明日届けを出そう。おやすみなさい。ほんと最悪な一日だったな。どうも、BL 漫画のタイトルを漁ってたら1時間経ってました。見事に読んじゃってましたね、霊夢です。それでは解説。物語の中盤に、鍵を開けて中に入る描写がありますよね。でも鍵は、朝ごはんを食べに出た時に鍵をかけ忘れて、そのまま出勤した、と、あるため、赤美ちゃんは鍵をかけないで出かけたはずです。しかし、帰ってきた時には鍵がかかっていて、窓もしっかりと鍵がかかってます。ということは鍵をかけた張本人、多分冒頭で言っていたストーカーですよね。その人はまだ、この部屋のタンスの中にいる。というのがこの意味コアの答えになります。あのまま片付けをしてからになったタンスを開けていたら、どうなっていたのでしょうか。皆さんも戸締まりには気をつけてくださいね。女性の方は多少家賃が高くても、セキュリティのしっかりしたところに住んだ方が良さそうです。私の家もそうなんですが、田舎とかに住んでると防犯意識が低くなりがちなので、気をつけましょう。